土下したら人が喜んでごすかって言ったら自然に人が生かしてくれるということを、それをもうずっと守っております。山を削って砂を流して砂鉄を取る、その繰り返しをずっと、まあ、2000年とか1600年前からやったという歴史なんですけど、そのことによって山津中の成分というのがたまたま酸性が強いんです。酸性があることによって米が美味しい米ができるということになったわけで、それを成し得たたたらを作るための山を削ることから始まったということが、まあ、一つの因果関係であって、米の産業もこの出雲は発展したということですよね。この夏場の気温はもう30度を超す日中、ところが夜になると20度を切るんですね。1日の気温の格差で、これが大きいほど農産物というのは旨味が増すって言われたんです。で、これはデータがきちんとあるから、だからそういう気候適性で、まあ、土地であるということ。子供や孫が食べても安心して食べれる米作りをずっと努力をして頑張ってる。自分が食べても安全健康でいいと思いますし、米を食べてくださる人も、まあ、健康なってもらえばいいな思いながら、それで安全なものを作ろうと思って、笑われの人に笑われながら努力してきましたですわ。本当に収穫がない時もありましたですけど、僕も稲や米でないけようわからんですけどね、自分がしてもらってもこの方がいいじゃないかな思うことを、いや、それから、まあ、地球が持続するように、まあ、いいようなことを願う中心に、まあ、努力しているところですけど、僕はその大量生産よりももう全国の農家が残るには自分の
の愛着を持って管理ができる小さい農家が残らんと農村が残らんもっちょうから、自分がきちっと作ってそれを直接消費者にの方に食べてもらうようにずっと毎日のように努力はしております。皆さんもちろん美味しいっていうのは自負されてますけど、でもやっぱり外から見てみると、いや本当に奇跡のお米だなっていうふうにうちの母親が奥出雲に、どんなところに住んでるか見に来た時に、せっかくいたから買わないとと思って、実際自分で埼玉で食べたらものすごく美味しくって、私の60年食べてきたお米は何だったのっていうぐらい衝撃だったみたいで、ここでしかこのお米は生まれないなって思います。もう地元 の, 農家さんから直接もずっといただいてるので、分けてもらって、やっぱりもう美味しさには自信がありますよね。お米がまずお米がすごく美味しいねって言われますね。なんか初めて食べたこういうお米っていう感じで、すごく喜ばれますね、お客さんも。もう生活していく上でやっぱもう一番大事なものですよね。いずれにしても人口が減ることはもうどうしようもないことだし、高齢化が進むこともどうしようもない事実、それは誰かが引き受ける。で、本当は一番いいのはやっぱり民間に近い形でそれをきちんと引き受けていく、それで食う仕組みを作るというのが一番いいでしょうね。今は日本に生まれた若者です、もうただただ世界の中の一人に過ぎないんですよね。ということは、若者お前ら強くならないと生き生きた生活できないという時代になったということ、やっぱもう一回親も誇りを持ってきちっと子供にバトンリレーするような心構えの親も出てこないと若者となってないと思うので、親も頑張れよという僕は言ってやると思うんですよ。